ワサップスみんな、どうも、ギフライターともです。くっそ強いカード発表されました。こちら、燃費の9。まず、効果読む前に、このトラップカードでちょくちょくひどい目に遭う、このドラゴンさん。なんか、モンスターとしてね、強いカードとして救済されないでしょうか。僕は見てて辛いです。効果。相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。相手に600ダメージを与える。相手フィールドに表側表示モンスターレベル7が2体以上いる場合、さらに相手フィールドのモンスター1体選んで、持ち主のデッキに戻すことができると。めちゃめちゃ強いです。くっそ強い、これ本当に。まず何が強いか。発動がバーンダメージが先に入る効果。なので、レベル7以上が2体必ずいなくてもトラップカードとしては必ず発動できるので、どのタイミングでも腐ることがないと。それが強いと思います。さらにね、罠破壊耐性をつけていても、パラレルオーダーデッキとか、サンメロデッキにはぶっ刺さるレベル7ばっかなので、必ず1体はね、戻せると。サンメロデッキでループが決まってしまって、このカードがね、戻されてしまったら元も子もないんですが、ループが決まる前のサンメロデッキにもぶっ刺さるし、パラレルオーダーなんてもう戻しまくり。これめちゃめちゃ強いと思います。久々にウルトラレア級の罠カードが出るなと。そんな印象を受けたので、早速ご紹介させていただきました。皆さんはこの燃費の9についての評価、どんな印象を受けたでしょうか？コメントでぜひ教えてください。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。3、2、1。